日本が1勝を挙げての第2戦バングラデシュとの試合を迎えました東京の国立競技場です。来年のアメリカでのワールドカップアジア地区1次予選のグループ F の戦いが続けられています。初めてのワールドカップ出場に向けまして期待が大きくなるにつれましてその日本チームの戦いぶり非常に注目されます。今日のバングラデシュとの試合です。ご覧のように国立競技場もうほとんどいっぱいになりました。6万の大観衆が詰めかけています。ホーンが鳴ってご覧のように異様な雰囲気の中で日本とバングラデシュの試合が始まろうとしています。この試合の模様は元日本代表で田島幸三さんの解説でお伝えしていきます。田島さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回対戦にですね日本が勝って、はい、非常に楽しみな形で期待を持ってこのバングラデシュ戦見ることできますね。そうです ね、これはリーグ戦の予選ですから、はい、日本でやる4試合に関しては絶対に負けられないという試合です。また結果的には勝ちましたけれども内容的にまだまだ日本のらしさは出てませんので、今日はそういうところが出るような試合を期待したいですね。そうですね、具体的に見ていきたいと思いますね。さあそれでは両チームのスターティングイレブンをご紹介していきましょう。まず日本です。タイの試合と変わりありません。ゴールキーパー松永、堀池、柱谷、津波、伊原、福田、ラモス、吉田、森保も今日元気に出ています。三浦、高木です。リザーブも変わりません。勝谷、武田、中山、沢登り、ゴールキーパーの前川です。さあ間もなく試合が始まります。バングラデシュもご紹介しておきましょう。ゴールキーパーのハランはベテランです。カイセル、ジュエル・ラナ、レハン、ムーン、マスド・ラナ、16番のガウス、アタウル、ザキル、そしてフォワードはシャビールとルミです。リザーブはご覧のようになっています。審判をご紹介します。今日は主審が中国のユー・ジンギンさん、ラインズマンが中国のリ・インミン、そして香港のリ・ハンさんです。向かって左が日本、そしてオレンジのユニフォームがバングラデシュです。まもなくキックオフ。バングラデシュのキックオフで試合が始まりました。前半が始まりました。さあ田島さん、はい、前回タイの試合に勝ったといえどもですね、非常に反省点が多かった日本の戦いぶりですよね。はい、特にですねバックラインの押し上げがなかなかできずにですね、タイに中盤でフリーに持たせるためにですねちょっと苦戦をしましたね。はい、そのあたりはもう昨日の練習でももう再三こうやってましたけれどもね。はい、まあバックルだけの問題ではありませんからね、はい、アジアカップでプレーしたようにですねぜひ全員でまとまったサッカーをしてほしいですね。はい、左は今日も津波、伊原、数が上がります。そうですね、高木君いいプレーですよ。中盤でああいうふうに簡単にやってほしいですね。さあ日本チャンス、吉田です。15番です。コーナーキックですね。コーナーに変わります。さあ最初のコーナー、このバングラデシュとの試合、さあ最初のコーナー、速いボールを入れた方がいいですね。三浦君得意ですから。さあ数が切ります。中央のチャンスのボールですが、3番カイサル選手、5番レハン選手、188センチ9センチですからね、今みたいにショートコーナーもしくは速い低いボールを入れた方がいいと思いますよ。さあ日本のチャンスが続きます。数が倒れました。バングラデシュのボールに変わります。まあ、思わずブーイングがねなりましたけども、いや本当は国際試合の雰囲気になってきましたね。さあ一方のバングラデシュの方ですが、どういうタイプのサッカーと見ていいですか。ディフェンダーにですね、はい、非常に背の大きい選手を並べています。カイセル、レハンですね。で彼らも非常にオーバーラップをしますし、速攻型のチームですね。はい、さあラモスから縦に出します。さあセンタリングいくか。中央には高木が待っている。いやいいですよ、はい、サイドから津波君は思い切って上がってほしいですね。対戦はああいう形でのプレーがなかなか見れなかったもんですから、上がろうにもなかなか上がれませんでしたからね。そうなんです。
さあラモスが裏側に出します。突っ込んできたのはカズです。タイの試合で決勝の1点を挙げました三浦和義。今日は森保も元気にこのスターティングメンバーで出ています。さあラモス、福田、カズから回していきます。どんどんボールを動かした方がいいですね、そうです。4番堀池、そして右サイドに吉田が上がっています。おっと後ろからチェックされました。13番は増田ラナ。ボールをどんどん早く回した方がいいですね、あの対戦なかなか回せずに苦労したんですけども。さあ堀池ダイレクトで合わせて高木ダメ、さあラモスがつなぎます。うまい、さあうまいぞ、中央必死にクリアします。バングラデシュ、森保からもう一回、立ち上がりのこの攻めのリズムはどうですか。非常にいいですよ、福田君ですね、はい、右に左にその福田のこのスピードですね、この辺り日本今日は立ち上がりから非常に動きが良くなっています。このこぼれ球ですね高木君、はい、そうこの後ですね、さあ今度はバングラデシュのボール、吉田が取った、福田、19番のルミ、15番はシャビールです。シュート、さあコーナー今度はバングラデシュです。攻めの枚数人数は少ないんですけれども、非常にシャープな選手が多いですね、はい、前線に気をつけないといけませんね。さあガウス、16番のガウスが行きました。直接狙います。この人13番のマスドララ、さあ中盤でボールを取って日本のペース。さあ高木サポート欲しいですね、サポート、高木倒れた。今のもいい形で抜けてますがね、井原が戻る、前半の5分を経過しました。立ち上がりの5分です。ガウス、ラナ、バングラデシュのボールです。非常にあのルミ、ガウス、シャビール、ザキルといった選手は非常にあの技術的に高いものを持ってますね、ですから一旦ボール持ってあのスピードを乗せます、怖いですね、両チーム得点がありません。立ち上がりもうすでに間もなく7分になろうというところです。こうして細かくつないできますバングラデシュ。日本危ない、井原が走る、日本のディフェンス陣の話になりますけれども、はい、どうですか今日はそのあたり、前回のタイとの試合がこう生きてますか。いいですよ、高木です、ね、ラボス、はい、そうですね、あの高木君ああいう形で簡単にラモス選手福田君につないでいければチャンスは多くなると思いますね、いいプレーですよ。
いいプレーだ。でさあ高木だ、当てない、ラモス行って惜しい、高木いい攻撃ですよ、いいところ待ってましたがね、あの早いうちに行ってほしいですね、今のプレーです、オフサイドですね、両チームまだ得点がありません。オリーケ、福田です、吉田、そうですね、さあラモス、カズを走らせます、ああいう形でサイドを早く変えればですね、チャンスはどんどん生まれてくると思います。あの対戦では非常に一人の持つ時間が多かったものですから、うまいですね、いいオフサイドトラップですよ、なかなかチャンスは作れなかったんですけども、今日非常にいい形でボールが回っています。そして日本のチームもこう押し上げてますよね、さあこのあたりその対戦の、まあ、教訓を生かしてのこのバングラデシュ戦、井原、堀池、堀池が入っていきます、森安、今度は津波です、左サイド、高木が待っていますが、チャンスですよ、津波、森安から抜ければチャンスでした、堀池抜け、いいボールです、あのバングラデシュの練習何回か見ましたけれども、はい、非常にラインの押し上げがちょっとあのバラバラなんですね、ですからそこはあの狙い目だと思いますね。さあそのあたりどうでしょうか、森池から森安、倒れたのは森安です、こちらはアタウル、さあ日本の押し上げ、井原、津波からラモス、そうですね、いいディフェンスです、森安君、さあ今度はバングラデシュ、今日も左サイド津波がよく上がっています、対戦ではあのボールを奪われてそのままゴール前まで攻められるケースが多かったんですけど、はい、ああいう風に切り返しをあの早くしてですね、早い時に目を潰していけばいいと思いますよ、形としてね、はいはい、さあラモス、左から上がる、さあ今度はバングラデシュ、18番はザキル、この人も18歳、10代の選手が5人入っています。今日ゴールキーパーは対戦と同じく松永、堀池、津波です、ラモス、ラモスが上がります、抜けて、さあカズダ、どっちに行く、森安から堀池、そうですね、ラモス、つないでカズ、オフサイド、
今の形としてはどうですか。非常にボールのつなぎが良かったですね。早くてああいう形で攻めていけば今はオフサイドになりましたけれども、チャンスはどんどん増えてくると思います。今日は比較的ラモスがこう自在にボールをこう回しているようですね。まだ両チーム得点がありません。ラモスはとにかくタイトの試合90分間動き回れたことが本当に嬉しいという話をしていました。そうですね、久しぶりの試合でしたから、やはり代表の試合で90分というのはまた違うでしょうからね。いろんな緊張感もありますし、試合で体力を養われるとよく言いますからね。森安が倒れましたが大丈夫です。あの辺り非常に森安の激しい当たりがあります。今日も元気に登場しました森安。口のあたりがまだ切れてるんですよね。もうディフェンシブのハーフとしては本当になくてはならない存在になりましたね。さあ今度は左サイド、高木が落とした。そうです、フォローがありません。ああいう形で高木君がポストになりまして落としますと、ラモス選手、福田選手も前を向いてボールを触れますね。非常にそういう意味では展開が楽になると思います。対戦はあそこは繋がらなかったのでちょっと苦労したんですけれども、高木の役目はそういうことなんですよね。はい、そうです。いわゆるターゲットマンとしてのその役目、中盤ではもう確実に簡単に、ゴール前で彼の特徴のヘディングや体を利用してですね、シュートを狙ってほしいんですけれども。さあ今度はバングラデシュ、早く押し上げたいですね。さあ高木です、ボールをキープしたい日本。カズが入ってきます。森安からラモス、ラモスのバックパス、ラモスがよく動く。さあ高木、これを拾いたいですね。今度は危ない、日本のディフェンス陣戻ります。井原、バングラデシュの攻めとしてはあれだけなんですよね。あとリスタートだけですから、あの辺はもう落ち着いてディフェンスしてほしいですね。慌てなければ必ず0点に抑えられると思います。タイトの試合ではやはり井原走らないというところがね、いやいや危ない場面がありましたけれども、ね、まあ、中盤がフリーだったために、ああいう形になったと思うんですけれども、日本は高木そして三浦の2トップの形。オフト監督です。とにかく日本をアメリカのそのワールドカップに連れていくのが私の仕事ということで、この日本チームを着実に着実に強く強く仕上げてきました。福田、柱谷、井原です。今度は森安、さあ福田につないだ。福田のスピード、ボールは日本。さあ速い攻め、そう2対1ですね。そう、津波からいいボールだ、高木、あっとまだチャンスですよ。つなぎます、福田からつないで堀池、チャンスですね。ここ抜ければチャンスですが、今日は高木が非常によく動いています。今のようなちょっとした隙をね突かれるという、ね、怖いですね。バングラデシュの方は19番のルミ、
そして15番のシャビールがずっと前の方に張っています。カズです。さあ福田センタリングはゴールキックに変わります。ここまでまだ日本はシュートはありません。バングラデシュが2本ありました。両チーム得点なし。現在前半18分を回ったところです。日本危ない。さあ今度は日本、吉田です。ラモスからさあカズ、チャンスだ。ノーマークシュート、来ました。カズのシュートが決まりました。前半の18分、先制点日本1対0。日本代表チーム三浦和義ゼッケン11、完全にノーマークになりました。フリーになりました。三浦和義、ラモスからのボールです。この縦へのパス、そして正面からいいシュートでしたね。バングラデシュの押し上げのラインがバラバラだと申し上げたんですけども、ちょうどあの3番のカエサル選手が手前サイドで残ってましたね、はい、でもよく決めました三浦君、はい、1対0日本まず1点先制。前半の18分です。危ない、ルビが入っていきます。19番、非常にスピードのある選手です。田島さん、はい、この1点で日本またぐっと盛り上がって、そして気分的にも楽になりますね。そうです、特にこういうバングラデシュのチームにはですね、2点3点目追加点を取るのが重要ですね、まあ、相手のその戦意といいますかね。そうです、いけるぞと思わせてはいけないわけですね、はい、さあ1点を先に取りました日本。どんどん動かしてほしいですねボールを。井原です。柱谷からラモス、ラモスの絶妙のパスが出ました。さあまたカス中に入って、中央には福田、福田が待っています。今度はオフサイド、あの辺りはバングラデシュも十分心得ています。しかし今日ラモスいいですね、彼本来のプレーをしてますね。ラモスからまた縦に出せるパスです。この辺はしっかりマークして厳しくやってればですね、はい、チャンスは作れないと思うんですよ、うん、その意味では本当に中盤の選手からボール奪われたらディフェンスしてほしいですね、よくやってますよ、はい、そういった意味ではその反撃の目を摘むといいますかね、はい、そういうことは大事ですね、中盤のそのボールキープが非常に大事になってきます。三原、今度は吉田、そうです、津波からおっ日本ボールです。1対0と日本がまず1点先行しました。吉田です。オフト監督が試合前言ってましたけれども、はい、高井君、三浦君の間にですね、少しスペースを置いて彼らがボールをもらいやすくしようということですけども、今前半うまくいってますね、はい、非常に。さあカズ
またオフサイド。カズが飛び出した途端に いい狙いですよ。フラッグが上がりました。リスタートあれぐらい早くやってほしいですね、チャンスになると思います。これは何回もやるべきですね、快晴の下で今日のこの日本とバングラデシュの試合が行われています。2時現在で気温が12度9分。さあ風を受けながら上がっていきます。大学すぐ追ってほしいですね、奪われてもいいですから、さあボールをもらいに行った。そうです、ラフクだ。ラモス、今のも手前に堀池がね待ってましたけれども、高木君の前にスペースがありましたので、それを狙ったんですね。危ないですよ。伸びが走る。危ない。シュート。ここはクリアします。日本危ない。15番のシャビール。ちょっと軽率なプレーだったんですね。さあ今度は福田。高木を走らせたい。こうして縦に走らせます。バングラデシュ、今の危なかったですね。しかしそうですね、ちょっと軽率なプレーでしたね。ルミとそしてシャビルという2人の、まあ、2トップがいるんですが、あの辺は狙ってますからね、このザキルも、スピードがあります。バングラデシュの攻めとしてはあの狙いですね。そうですね、速攻と、ね、それからあとリスタートだと思います。はい、福田、ラモス、福田、そうだ、さあ津波が上がっていく。いい、コーナーに変わります。ああいう形で裏裏とですね、津波君や堀池君が上がってくると日本はチャンス多くできますね。今のもいい形で上がっていきましたね。さあ今日2本目のコーナーキックです。高木が前、井原も上がってきた。シュート、ナイスだ。決まった、決まりました。最後は高木だ。2対0、最後は高木が合わせました。前半の25分、一番手前の高木が合わせました。今のプレーです。高木、一度相手のディフェンスに当たって入ってますね、はい、そうですね、高木君のゴールですね、いいヘッドでした。さあ2対0。これまで苦しんで苦しんで、なんとか1点が欲しいと言っていたその高木に得点が出ました、はい、それで吹っ切れるんじゃないですかね、まあ、軟骨の手術もありましたけれども、一つ弾みになりますよね、こういう大型のフォワードって日本なかなかいなかったもんですから、ぜひ体制してほしいですね。2対0、堀池、前半で日本が2点です。前半の18分と25分に日本が得点。さあロングで狙います。強くというよりもこう浮き球のような、ね、形でフックミスだと思いますね、今のは。11番、日本はここで手を緩めずにどんどん追加点してほしいですね、はい、2対0と日本がリード。ムーンがボールを入れました。
前にはルミが待っています。こういう細かいところはうまいですからね。シャビール、15番のシャビール、今日は前半日本が非常にいい形で攻めています。ラモス、堀池、走らない、ラモスがボールをもらいに行きます。今度はバングラデシュ、17番のアタオル、13番はマスドララ、いいディフェンスです。さあ取ったです。福田、福田、落ち着いてますね、橋渡君。津波です。左サイド、ラモス、そうさあカズ、オフサイド、今は紙一重ですね、いいプレーですよ、本当に微妙ですよね、非常にいい2人のコンビですね、ラモス選手と。こちらがバングラデシュのサラフディン監督です。今年1月下旬に代表チームに復帰しました。非常に名選手で、練習中もゲームに入ったりしまして、選手と一緒にやってましたね、バングラデシュの、ダッカリーグの、ミッドフィルダーとして活躍しました。堀池が上がっていきます。堀池のスピード、高木が中央、そして向こう側に勝つ、チャンスですよ。さあ日本のボール、長身のご覧のカイセル、3番のカイセルが倒れましたが、さあ日本のチャンス、2対0と日本リード。チャンスは本当にこう大事にですね、やっていきたいですね、2点リードしてますが、さあこの位置からですと田島さんどうですか。相手の、壁とかを見ながらですけども、ラモス選手は福田君にちょっと蹴って、それを止めたボールをカズが蹴る、そうですね、はい、狙いました、そういう形になると思う、はい、いい狙いですね、これチャンスですよ。堀池、森保から井原、よく見えてますね、森保君。津波、森保、堀池です。さあ吉田を走らせる、お危ない、シャビールが突っ込みます。15番、この当たりは気をつけなければいけません、津波です。ラモスがいいボールだ、前カス、カズが走る、さあカズ抜けるか、コーナーに変わります。余裕がありますね、彼の表情にも。対戦は非常に彼自身も硬くてですねテレビを見てても非常に緊張してるのは分かったんですけども。さあまた高木が前、先ほどはこの高木に合わせました、パンチング、2対0と日本がリード。もうほとんど日本の選手は本来の自分の動きをしてますね。どうでしょう。
そうですね、まあ、ちょっとバックラインちょっと軽率なプレーがあったりしまして、はいはい、心配なところありますけれども、あの対戦よりは随分良くなったと思いますよ、はい。見せましたが、さあ今のプレーどうでしょう。非常にいいプレーですね、あの福田出ますね、はい、5番のこのレハ、後ろから行きましたけどね、ちょっと今のはファウルだと思いますけれどもね、審判取りませんでしたね。今日主審は中国のユー・ジンギンさん。2対0と日本がリード。前半すでに33分を回っています。日本は18分と25分三浦のシュート、そして高木のヘディングシュートが決まっています。堀池、ラモスです。そしてもう一回堀池ですが、右のサイドバックの堀池、高木です。そうですね、高木君ゴール前行ってほしいですね。それで津波、その前にカズがいます。カズ、さあ高木がボールをもらいに行った。さあ高木振り向いて、あシュート打てません。非常にいい形ですけどね、あの高木君いいところに入りましたよ、ちょっと失敗しましたけれども、あのあショートコーナーですね。さあ三浦和からいいディフェンスだ。ラモス、さあ中央高木、二人がかりです。ラモスがボールをもらいに行った。レハン、ここは気をつけたい。井原、そして手前が吉田です。一度しっかりとした守備の組織を作ってしまいますと、はい、バングラもそれほどは無理して攻めてきませんね、細かいプレーもそうですが、バングラデシュの場合はあの長いボールをこううまく使ってきますね、はい、そのちょっとしたミスを狙ってきているというのが今までの戦い方ですね、はい、確かにあの練習を見た時もこの長いボールを蹴りながらすぐにこう反撃に出るっていうのは何回も何回も繰り返してましたね、特にここアウェーですからね、バンガディシュにとっては。さあカス、あうまい、上げて高木です。さあ吉田、まだチャンスですよ。打てません、返せる。さあまた日本がチャンスを作ります。ラモス、福田、さあ堀池、オフサイド。堀池を走らせましたがオフサイド。あの今のようにあのディフェンスラインが非常にバラバラですね、漫画の上がり方がですね、チャンスだと思いますね。あれをこのやはりトラップをですねかいくぐるためあの手段ですね、きちっとあのフリーの選手を見ていると割と楽につながると思います、はい、そのスタートの問題もありますけれどもね、非常に難しいところです。さあ堀池、さあ福田がボールをもらいに行きます。取りに行きます。福田、高木、そうですね、ラモス、いいプレーですよ。あーっとゴールキーパーはカナ、ベテラン29歳です。非常に試合経験の豊富な選手です。ルミが倒れた。
スドララ、これフリーにしちゃいけませんね。タオル、ルミ狙います。長いボールあり、そして細かいパスありというこの19番のルミ、家を蓄えていますが非常にスピードがあります。バングラデシュの中では突破力のある選手です。2対0と日本リード。いい形、いい形で日本が試合を進めています。ラモス、7番は井原です。この長いボールが非常にくせ者なんですね。さあ走らない、吉田から、そうですね、ナイス、おっと今の通れば絶好のチャンスでした。井原が戻ります。カズ、ラモスです。そして福田につなぎます。手前から堀池を走らせたいところですが、まあ、こうしてほとんど今日はバングラデシュの陣内での試合が多くなっています。さあ福田のセットリング、井原から津波、もう一回津波です。井原、森安、右のサイドバックは堀池、6番の観衆が見つめます。吉田、そうですね、いいですよ。さあ取った、さあ福田、日本のボールです。柱谷、こちらは津波です。カズ、カズが抜く、そうですね、いい形で攻めてますよ。原、ラモス、池原が向こう側から入ってくる。さあカズだ、ナイスボールだ、福田、福田、福田、シュート、惜しい日本。ちょっとトラップがですね、外に逃げてしまったんですけども、前半の40分、いい攻撃ですね、非常にいい形ですね。福田の持ち味も出ていました。そして数の持ち味も十分に出ていました。まあ、対戦もそうですが、この三浦、そしてこの福田ですね、ちょっと右に大きく、さあこれはバングラデシュのチャンスです。シャビール、さあ中央にはルミが待っています。あ、危ない、日本危ない、打たせません。さあカズが走る、高木だ、惜しい、高木、攻める日本、いいボールですね、ダイレクトで。高木吹っ切れましたね。
そうですね、ぜひもう1点入れてほしいんですけれども、あのダイナスティカップそして、まあ、アジアカップの時もそうですが高木の強い高木がね何か戻ってきたような感じがします、ラモス危ないですよ、ここ気をつけないと、さあここは目をつみたい、はい、そうですね、今クリアしたのは堀池です。さあ前半残り時間が少なくなっています、43分を回りました、残り2分を切っています。高木前降りて、さあここは慎重です、福田その前に高木がいます、向こう側にラモス、カズ、ラモス、もう一回カズに行かない、日本のサイドからの攻撃、そして中央からの細かい、そしてパス、あの中央にですね、レハン選手、カイサル選手、それからあのジェラルロ、いいですね、いい形、センタリング大きいんですよね、みんな体がですね、だから中央突破かなり厳しいとは思いますね、180センチ、190センチ近い選手が2人揃っています、しかしあの日本のチャンス、特にあの左サイドから三浦君がよく崩して、はい、あの作ってますね、ああいう攻撃が有効だと思いますね、これもチャンスですね、チャンスです、フリーになった、前半最後のチャンスだと思います、ぜひ狙ってほしいですね、さあコーナーに変わります、今日これが日本5つ目のコーナーになります、ご覧の高木が前、福田がその前、井原が後ろに回っている、その井原折り返して合わせてシュート、決まった、カズ決まった、カズが待っていた、カズが待っていました、3対0、45分、カズ今日2点目、いい時間帯に入れましたね、この後井原が、井原君もう一度ですね、そしてカズが向こう側から突っ込んできました、いい得点です、3対0、今日カズ2点目、この大会もうこれが都合3点目ということになります、今前半が終了しました、3対0、日本がまず3点をリードして前半終了です。見てくださいこの表情ね本当に対戦の時にはですね、あの緊張感が画面から伝わってきたんですけども、今日はあのリラックスしてやってますね、もうそれぞれが自分のその役目を十分に果たしたという、はい、そういうなんか満足の表情ですね、まあ、これからまた点取ってもらわなきゃいけませんから、あの後半ぜひ頑張ってほしいですね、この調子で、前半3対0と日本がリードしました、前半の18分、三浦のシュート、そして25分には高木のヘディングシュート、そして45分終了間際の三浦のシュートでした。さあその得点シーンをこれから振り返って見ていきましょう、カズの右足、そして一番そのポストに近いところに高木がいます、188センチのその高木が飛んでキーパーの肩に当たってそのまま入ってしまいました、はい、高木にとっては本当に久しぶりの得点ですよね、はい、これで吹っ切ってですね、はい、吹っ切れてあのいいプレー続けてほしいですね、そうですね、そして終了間際、前半の44分になりますけれども、三浦が井原からのセンタリングをうまくその向こうサイド突っ込んできまして3点目を挙げています、あの入れた時間帯44分というのはいい時間帯に入れましたね、そうですね、はい、日本とバングラデシュの試合、
前半3対0とまず日本が3点リードして前半を終わりました。来ましたね。さあ各選手が出てきました。まもなく後半が始まります。3対0と日本が3点リードしてこれから後半です。高木が1点入れました。カズが2点を挙げています。こちらバングラデシュです。前半バングラデシュはシュートは3本、一方の日本は5本のシュートがありました。手前の19番のルミ、そして15番向こう側シャビール、この2人には非常にスピードがあります。さあ後半の見どころですが、日本はこのペースを崩さずにですね、追加点をどんどん狙ってほしいですね。そうですね。それから、機械の選手をどういう形で使ってくるかですね。形を崩さずにこれから点を重ねていくということですね。はい、ただ長丁場ですから機械の選手がどれぐらい経験を積んで慣れておくかというのは大事なことだと思います。はい、日本のキックオフで試合が始まりました。サイドが変わって今度は右から左に攻めますのが日本です。前半と両チームともにメンバーの変更はありません。今のも井原君、橋田君中心にいい形でラインを上げましたね。対戦はですね、中盤の選手にプレッシャーがかかってなかったものですから、上げるに上げられなかったんですね。でそういう意味では今日はだいぶ良くなってますよ。向こうが堀池、森安です。一旦戻して津波、前半はもうほとんどこのグラウンドの半分でバングラデシュのその陣内で試合を行ってましたけどもね。はい、さあ日本がこの後半はどうでしょうか。秋山さん、はい、ハーフタイムのですね、両監督の指示などについて聞けましたのでお伝えしたいと思います。はい、お願いします。まず日本のオフト監督です。前半は割にいい形で点が取れた、で後半もこのままごく普通にやって5点から6点ぐらいまでは取りたいと。攻めについてはですね、真ん中の攻めばかりにならずにもっと外のペースを使っていけという指示を与えたそうです。中盤では中でボールを回して外へ開けという指示も出ています。それから守備については、人数は足りているんだけれども相手を捕まえきれないケースがいくつかあった、この辺注意していこうと、こういう指示が出ていたようです。はい、それからバングラデシュのサラフィン監督にもお話を伺いましたが、日本チームの印象についてですね、やはり日本は速い、非常に素晴らしいチームだと。そして非常に長い期間チームとして11人がプレーしてきているのでチームワークがよくできているなという印象だと。特に11番の三浦和義選手、オープンスペースを走り回って本当に速いねという話でした。3点を失ったわけですが、試合をたくさん我々はあまりやっていない、経験がない、したがってバカバカしいミスをついやらかしてしまうんですよねという話でした。後半同じ間違いを二度と起こさないようにカバーアップしていきたいと選手に伝えたいという話をしていました。はい、それから前半後半は両チームともメンバーの交代はありません。ありませんね。以上です。はい、和田アナウンサーのリポートでした。田島さん、はい、オフト監督の話の中に、スルスルスルっと出てくる選手がいる、それを見逃すわけにはいかないという今ありましたけどもね。確かに前半ちょっとありましたね。ありましたね。攻めとしては中央だけではなくてもっとまたサイドからもえぐるというような形になるんでしょうか。そうですね。さあ向こう側右サイドからの攻撃になります。堀池、
レハンです。長身です。大きいんですけど非常にボール扱いの柔らかい選手ですね。得点は3対0と日本がリード。さあ日本追加点をどのような形で上げていきますか。さあ中央つなぎがいきます。今日1得点ヘディングで上げました高木です。パス、さあ2人を抜く、間を空いた、パス、シュート、クリアしました。バングラデシュ、今のもあの無理にあそこドリブルいったわけではなくてですね、中に高木君フリーならあのあ分かったんですね、それでパスしたかったんですけど、うん、そこをカットされて今来ましたね。そうですね、非常に余裕がありますね、はい、彼自身も。日本のコーナー後半1本目シュート決まった。木原が決めました。ファールですね。ゴール前で高木君か福田君があのちょっと押したようですね。あ、なるほど、その前にホイッスルありましたね、得点にはなりません。もう歓声でホイッスルも何ももう本当にそうですね、消されますんでね、今のは得点ではありません。3対0のままです。さあ津波、森安からラモス、ラモスが見せます。またラモス、こちらはゴールキーパーのカナン、190センチあります。すでに6分を経過しています。3対0と日本リード。さあカズダ、さあ中央高木止めて打てるか、打てるか、 PK ですね。さあペナルティーだ、ペナルティーだ、高木が倒れてペナルティ、3番のカイソルのファウルがありました。高木しっかり体を入れましたね、ボールをよくキープしましたから。長身バングラデシュのキャプテンのカイセル、まあそこは確かにもうああ行くしかカイセル自身はないと思いますけども ね逆にさあペナルティ、日本のペナルティキック、選手は変わりますね。12番のバルンが入ります。12番、17番のアタオルが下がりました。そして12番のバルンが入りました。さあ決まります。4点目、ハットトリックですか三浦君。今日三浦ハットトリック3点目、4対0。三浦が決めました。ご覧の右サイド、落ち着いて逆を取りましたね、4対0となりました。三浦自身ハットトリック、今日3点目です。日本がいい形で試合を進めています。さあセンタリング、高木、そうだカズが決めた、5点目、福
だから上がったセンタリング、いいボールでしたね、最後はカズ、また福田カズのコンビです。右サイドからの福田、高木が飛んで、そしてカズ、もうカエサル選手、カズ、福田君のスピードについていけませんね、三浦君非常に落ち着いて決めました。5対0となりました。もう完全に日本のペースとなりました。柱谷、高木、そうです、福田からカズ、ラモス、これぐらい早くボール回す、そうですね、いい形でつながってますよ、高木、そしてまた福田、吉田、今度は堀池です、福田が突っ込む、福田が突っ込む、クリアしたのは海瀬、福田のスピードが行きます。日本5点リード、抜いて、こちらは吉田です。もう各選手の表情がこうほっとり余裕といいますか、楽しんでます ね、サッカーやっても楽しいんじゃないですかね、彼らも生き生きとしてますね。5対0と日本リードしています。ここは気をつけなければいけません。あの辺のマークちょっと甘いですよね、ここもですね、抜けて、お、危ない危ない、ここはクリアしない、マスラがもう一回、5対0にはなってるんですけれども、前半からも申し上げてるんですけど、はい、ちょっと軽率なプレーが多いですね、最終ラインで、バングラデシュの19番のルミ、そして15番のシャミルというところは本当にスピードがあります、津波です、井原、さあ高木を走らせます、クリアしたのは海瀬、非常にいい動きを見せている高木、そしてこちらが長身の海瀬、ラモス見せます、津波、さあ津波が入る、ね、センタリング、フリーダ、フリーダ、吉田から福田、よっしゃ決まった、最後は高木か、最後は高木、また福田がアシスト、高木今日2点目、津波、このあと福田ですね、つないで福田、その前に高木がいます、そして高木です、6対0、さあスピードがあります、福田のスピード、コーナーに変わります、面白いですね、日本が一方的に攻めます、高木、その後ろに福田、後ろから井原が突っ込んで、決まった、福田が決まった、
これで7点目。最後は福田が飛びました。いいコーナーキックですね。井原も突っ込んできて最後は福田。皆さん何かね、はい、こんなに簡単に点が入るもんかという感じがしますね。本当にですね。7対0。しかしリーグ戦ですからもう取れる時には取っておいた方がいいですね。そうですね、先ほどご説明しましたように勝ち点、そして勝ち点が同じ場合には、まあ、得失点差ということになりますので、はい、大差で勝って0点で抑えるというのが一番理想なんですね、はい、もちろんあの絶対勝たなければいけないんですけどね、さあこの辺りは気をつけなければいけません。7対0です。スピードがあります。そしてテクニックもありますバングラデシュ。吉田から向こう側堀池、手前左は津波です。ラモス、津波、カズ、今度は吉田から。そうですね、いいですよ。さあそして今度は福田、福田にバックスがつながりません。日本が7点をリード。後半の15分を経過しています。バングラデシュ2人目の選手の交代です。6番のチトーが入ります。16番のガウスが下がります。ガウス背番号16に変わりまして、チトー背番号6。 The Bangladesh National Team。7対0と日本リード。試合は後半です。カズから高木。そうですね、しっかり持って落として、堀池、向こう側に福田がいます。その福田、ラモス、もう一回福田、センタリングしてゴール前です。また福田、ラモス、今度福田に組ませて、福田、カズ、高木だ、もう一回カズ、つなぐつなぐ、高木から直接狙った、ボレーはダメ、福田、直接狙いました、福田です。波状攻撃ですね。今のプレーです。強いですね、いわゆる二の矢三の矢が次々飛んできますね、高木が走ります。カズからオッドサイド、ね、ちょっとあのゴールキーパーの金田選手もちょっと、ね、ここまで入れられてしまうと
秋山さん、はい、神戸で行われておりますタイ対スリランカの試合ですけれどもね、はいはい、まだ終わってないんですが、後半タイが1点を挙げましてね、1対0でタイリードという情報が今入ってきました。あ、そうですか。それからね、今キヨクモコーチがベンチを離れましてね、通路のところの、トレーニングといいますかアップする場所に来たんですよ、でラモスに変えてですね、はい、20分前後のところでですね、沢登りを入れようかと考えているということなんですね。あ、そうですか。まあ、これ、次のこと、それから次の試合のことも考えて、まあ、ラモスの体のこともありますし、もう一つは沢登りにやはり経験させたいという意味もあるようです。そうですね。で、まあ、こういう展開になってるんですがね、はい、前半に 2,3 点もし日本が取れればですね、このくらいの得点差になることも予想していたと。まあ、後半相手にスタミナがないということは分かっていましたからね、と、こういう話でした。あ、そうですか、はい、ラモス選手が20分過ぎにもしかしたら変わる可能性が出てきています。田島さん、これはもうこれだけの点数がありますし、はい、そう無理はさせたくないということですね。それもありますし、先ほど清久コーチもおっしゃってたようですけれども、沢登り君が、はい、を使ってみたいということでしょうね。ちょっと今高木君と競った時に怪我をしますけど大丈夫そうですね。ザキルです。ここ上げてほしいですね。11番はですね、ちょっと、危なかったですけども、得点差は7点あります。細かくつなぎます。バングラデシュ、この人15番のシャビール、このシャビールと19番のルミが2トップの形です、はい。まあ、バングラデシュではサッカーが非常に盛んで、まあ、唯一の大衆スポーツというような形になっています。得点は7対0、やや日が陰ってきました。曇り空の下で行われています。試合開始当初には日も差していましたけれども、現在は曇り空。日本が7対0とリード。ラモスです。さあ一旦戻して、三原から津波、森保、高木がボールをもらいに行きます。シャビール、そうですね、高木君はトライでもいいですから、あの辺切り替え早くしてですね、そうすれば今みたいにボールをまた奪い返すことができると思いますよ。堀池から右サイド、ラモス、いいボールだ。あっと、いい形で走らせます。15番の吉田、さあ福田、中央だ、パス、吉田、カズです。カズ、今度はラモス、突っ込む、惜しい。ラモスよく走りました。そのラモスが変わります。ラモスに代わってサーノボリが入ります。今日は十分に自分の役目を果たしました。ラモス、各選手にねぎらいの握手をしてもらいながら、今ラモスグラウンドを出ます。日本 の、 そのサッカーに育ててもらったというラモス、感謝の気持ちを込めてこの1次予選に臨んでいるというラモスです。さあ沢登りが入りました。手前が18番の沢登り、非常にスピードのある選手です。オリンピックの代表チームでも非常にキャプテンとして中心になってですね、はい、頑張ってやってました。左利きのいい選手ですね、はい。カズです。
中央に高木、さあ上り、カズ、いい狙いですけどね、逆サイドのゴールへ、ゴールの隅の方にですねカーブで狙ったんですけども、非常にいいですよ、沢登君も、はい、いい動きしてます。この辺りはもう十分にその経験を積ませながらということですよね、はい、やはりこの一次予選、はい、このリーグ戦を戦っていく上でやっぱり怪我人が出た時のやっぱり選手の層の厚さといいますか、チーム力ですね、はい、11人だけで戦えるわけではありませんから、こういう時に経験を積ますというのは大事なことですね、そのあたりどうですか、オフト監督はもう先先を見越したですねその選手の育成の仕方、起用の仕方なんかこう考えてますよね、特に中山君とかですね、はい、勝也君はもうアジアカップでこのチームで随分やってますから、サーノブル君は今回新しく、イタリア遠征等から入った選手なんでね、そういう意味では一回こういう大舞台で詰ませたかったんじゃないでしょうか。香港遠征の時も非常にいい働き見せてましたね、はい、森保、堀池から吉田です、さあ今度は橋田選、森安、さあ上りからカズ、カズ、あっとカズ倒れた、日本のボール、粘り強いですね、さあ上りも非常にいい動きを見せています、コーナーに変わります、ゴールキックに変わります、7点を日本が取りました、前半に3点、後半に4点、このバングラデシュのゴールキーパーのカナンに襲いかかりました日本、秋山さん、はい、交代で今退場しました退出しましたラモス選手の話が聞けましたので、はい、お伝えしましょう、お願いします、まあ、自分としてもですねいいプレーができたんじゃないかと思いますと、まあ、交代についてはやはり次のことを考えてくれたんでしょう、でしかしいいアシストですねと選手点ですね来ましたら、はいはい、いやまぐれですよなんて謙遜してましたけれどもね、最近あまり働いてませんでしたので、日本危ない危ないシュート、おっと、もう一回シュート、クリアしたのは井原、和田さんお願いします、最近あまり働いてなかったのでね、せめて1点でもね、まあ、アシストをしてみたいと思ってたんですと、で20分ぐらいに1点欲しいなという話をしていたんで、いい時間帯にいいタイミングで点につながってですね、チームのムードが良くなったんじゃないでしょうか、まあ、とにかくこれからですよと、そういう話でした、そうですか、いやまぐれっていうことはありませんね、もうそれ以上に本当素晴らしいプレー何本もしてましたし、はい、さあシャビール、バングラデシュの攻め、ルビからシャビール、シャビール、シュートは打てません、とにかく慌てないことですね、ディフェンスラインはしっかりと自分のマークを掴んでいけば絶対点入れることはないと思います、はい、得点は7対0です、後半27分を回っています、前半に3点、後半だけで4点、今日三浦はハットトリック、そして4点がありますね、失礼しました、4点点を入れています、さあ上り、津波、中央には高木がいます、これは大きいか、非常にその国際試合の経験も多い津波、さあ今度は武田が出てきます、
吉田に代わって武田を起用します。武田、なかなか出番がありませんでしたが、代表チーム武田が吉田のポジションに入ります。武田君はトップに入ると思いますけどね、ようやくチャンスが巡ってきましたね。さあ上り、武田君はポストプレーに関して言うと非常に読売でラモス選手や、三浦君とやってますから、面白いと思いますよ。スピードもありますし、その武田です。スピードもあります、そしてテクニックもあります。よく得点感嗅覚といいますかね、そういうものも非常にあります武田です。まもなく後半の30分になろうというところです。7対0と日本リード、日本が大量点を挙げました。さあチャンスだ、上げて上り、ボールは日本、うまいですね、そのサーノブリ、森安からつなび、パス中央に高木、頭で合わせた、高木本来のサッカーが戻ってきました。森安です。もう怪我の心配はありません。ちょっと今その森安君その前にもうフリーキックやったつもりでいたんですけどね。さあ上り、ベテランの津波、左のサイドバックです。さあ上りから今度はルミ、そうですね、この辺の切り替え早くしてほしいですね。倒れたのは6番チトー、サイド変えてほしいんですけど、ベンチから出ないようにという、そうですね、そういう注意でしたね。得点は7対0です。さあ日本、また再びバングラデシュのゴールを襲いますか。抜きます、武田、さあ福田だ、もう一回抜ける、上げられるか。今日は存分に見せてくれます福田。さあコーナーに変わります。日本再びチャンス、井原が後ろ、ちょっとミスキックしましたね。今日数は4点、ゴールを決めています。さあ上りから井原、今度は柱谷、福田にボールを打たせました。高木、
さあ今度はルミ、伊原が戻ります。6番の内藤、うまくつないで、すごいな、さあいった、チャンスだ、どうだ、武田、あっと、武田のスピードが行きました。しかしシュートは打てません。何か久しぶりに見ましたね、武田のね。非常にあのゴール前での混戦とか非常に強い選手ですからね、はい、ああいう点をきちっと決めれるようになったら、まあ、レギュラーになると思いますね、まあ、こういうところで経験積んでほしいですね。大差はついてますが武田にとっては大事なゲームですね。そう思います。途中から出場しています武田、久しぶりの代表でのゲームです。カズ、津波からさあ上り回して武田が取りに行った。福田からさあ上り上げて武田です。おっと、うまく浮き球でね前に出したんですが、いや良かったですね、武田君も浮かしてあのシュートしようとしたと思うんですよ、はい、ゴールキーパーの頭越しにですね、この後ですね、ああちょっとあの外側に当たりました、ね、芯に当たりませんでしたね、あの思い切ってやってほしいですね、あの気にしないで1本2本のミスはいいですから。35分を経過しています。後半7対0と日本リード。ルミ、シャビール、津波が取ってさあ上り、その横に武田がいます。ここはオフサイド、上空が曇ってきました、風も強くなっています。2時現在で南の風 5.4 メートルと発表になっていますが、グラウンドの中では風が強くなっています。日本とバングラデシュの試合、サードボリ、抜きます、うまい、右サイドは堀池、森安からさあ上り、高木、武田、さあ上りで勝つ、バングラデシュのボールです。6番は津波です。今日もベテランが頑張ります。15番はシャビール、さあチャンスだ、ルミからもう一回ルミ、日本シュートは打たせません。津波落ち着いてますね、ボールを取った後このあたりどうでしょう、バングラデシュもいい形でそのボールはあそこまではつないでいくんですけども、あと一押しがね、そうですね、ちょっと欲を言えばもう少し日本代表厳しくやってもいいと思いますけどもね、まだ足りませんか、はい、まあ、7対0だとこうなる、はい、なりがちではあるんですけども、さあ風のステップ、もう一回風、さあ上りがいきます、
ピードがあります。さあ上り、ロングシュートもあります。的確なロングパスもあります。さあ上りです。さあ日本のコーナー、時間は38分を回りました。後半です。武田が前、高木が後ろ、これは大きすぎました。今日は7点を許したゴールキーパーのカナン。5番はレハンです。ご覧のポジショニングとなっています。日本チトシャビルがボールを取りに行きます。日本のボール、武田、さあ武田です、うん、これ面白いがオーバーです。代表に選ばれてもなかなか出番がありませんでした武田。日本のフォワードの場合はですね、はい、高木、武田、中山、はい、黒崎と、ええ、この4人の争いというのもまた面白いですね。面白いですね、ええ、中山君はアジアカップで途中出場で実績随分積んでますし、ええ、チャンスですね。柱谷が戻ります。森安、武田君、まあ、こういうちょっと7対0という状況が出てくるよりは競り合いの中でですね、出た方がもしかすると武田君 の、 いいところが出てくるかもしれないんですけれども、まあ、こういうチャンスは生かしてほしいですね。そうですね、まあ、本当にこう出番はなくても黙々と練習はやってましたからね。井原が戻る、バングラデシュチャンス、ここはちゃんとクリアします。日本コーナーではありません、スローインです。そうですね、あれぐらい早く押し上げて、行った方がいいと思いますよ。その選手に対するプレッシャーといいますか、前へ前へという形ですよね。そのためにはボールを持っている選手にプレッシャーかけなきゃいけないんですね。数はいけません。今日4点のゴールを決めている数、まあ、次の試合のに続ける意味でももう1点欲しいですね、この時間帯に。はい、すでにもう42分を回りました。確かに後半に入って15分までに怒涛のような攻めがありましたからね、はい、その後は得点がありません。7対0。確かに次の試合のことを考えますと、この辺りで1点入れておくとつながる1点ですよね。はい、カズから津波、津波、まだボールは生きています。日本ボールに変わります。残り時間が少なくなってきました。7対0と日本リード。まもなく残り2分となります。再びオフサイド、相変わらずカズとそして高木という2トップの形をとっている日本。ボールはレハンが蹴ります。
森池から森安、いいボールだ。さあ上がっていく。さあチャンスボール、高木シュート、決まった、決まりました。福田中央から余裕を持って決めました。高木くんいい走りをしましたね。福田正博背番号8。この武田の走り、上発進レイバイ、この切り返しです。ミッサーマサヒロ福田、高木の回から福田です、はい、いい時間帯に出ましたね、はい、理想的な形になりましたね、はい、8対0です。後半の43分、非常に動きがいいですね、全体の、よく画面で分かりますね。福田、福田です。さあ数を発射する。さあ残り時間がもうありません。1分を切っています。残り10秒。今日アシスト、そしてゴールと大活躍の福田。高木も今日ゴールを決めています。8対0と大量8点リードしている日本。もう残り時間はありません。いわゆるロスタイムに入りました。堀池が戻る。非常に動きがいいですね、90分もなるところですけれども。そうですね、沖縄の合宿では非常に体力面の強化を図りましたし、そういう意味ではそういう90分間走り抜くという体力は全く問題ないですね。今日はスタミナの面でもはっきりと差が出ましたね、大量8点リード。さあ残り時間がもうほとんどありません。今ここで試合が終わりました。8対0日本勝ちました。強い日本をまざまざと見せつけてくれました。日本福田、高木、そして途中出場の沢登、武田も十分に自分の役目を果たしてくれました。強い日本です。チームを引っ張った数、8対0日本完勝です。ご覧のように前半3点、そして後半5点という、後半怒涛のような攻めがありました。日本これで2勝です。さあ準備ができましたらオフト監督のインタビューを聞きたいと思います。放送席、はい、それではオフト監督にお話を伺います。おめでとうございました。 Thank you。もう8点というのはですね、モフト監督になってからも最多得点ということになりますが、非常に嬉しい驚きです。今日たくさん点を取るということも一つ その課題というか目標でもあったわけですね。そうですけれども、まあ、4点か5点ぐらいかと思ったんですけど、まあ、8点まで取れるとは思ってなかったです。まあ、タイとの試合に比べてですね、今日本当に途中からリラックスしていたんじゃないかと思いますが、 if you compare with the game against Thailand, so player played with relaxing. Yeah, but the opponent was different. Yeah, I was afraid that the opponent would go a little bit far back, and the first 10 minutes they went a little bit far back, but afterwards we could loosen up and we could use the space on the sides.
まあ、あの相手が違うんでその緊張の度合いとかそういうのもちょっとあのやり方とかも違ったんですけれども、あの割合と引いてしまうのを恐れて最初の10分間ぐらいは相手が引いてしまったんですが、その後割合と向こうも出てきてくれたんで、あのいいスペースを見つけてあのいい攻撃ができたんだと思います。さあ、あと2試合ですけれども、今日 の, あのゲームの中でこの次に向けての課題みたいなものは何かありましたか？ So、we have two more games from now on. So what kind of things do we have to, improve?First of all, I want to know how Sri Lanka play the game. The strategy is the most important thing, so I will think about it tomorrow. まあ、あの今度はスリランカとやるわけなんですけど、スリランカがどういう形のチームでどういう形でやってくるかっていうのをあのしっかりと見て、まあ、戦略を立てていくということがチームの中で一番大事なことだと思います。期待しております。次の試合も。おめでとうございました。Our victory next time. Yeah, okay, thank you. オフト監督にお話を伺いました。さあ、それでは、まず今日4得点のですね、三浦知良選手に伺いたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。いやー、それにしても今日も三浦さんがですね、先取点を挙げて本当にこうチームのムードも良くなったと思いますが。そうですね、まあ、早めに1点取れたんでね、まあ、ラモスからのボールも良かったですし、1点入れてすぐ2点目が入ってね、前半の最後にももう1点入ったんで3対0ということでね、前半気持ちがすごい楽になって、まあ、後半もいけるということ で後半もいい調子で最初からね、あの点が取れたんで良かったです。しかし今日も本当にあのボール持ってからね、落ち着いたプレーですね。その冷静さ、大きな舞台でどこから来るんでしょう、自分では。いや、普通に本当に普通にやってね、自分の力を出そうと、90分のうちでね、自分の力を出してなんとか一戦ね、勝っていこうと、そういう気持ちでやってるんでね、まあ、それがいい結果になってるんで、本当に自分としても、まあ、今のところは満足してますけど、まあ、これで終わって、また次はスリランカ、UAE と続くんでね、この緊張感を、落とさないように集中してね、みんなで勝っていきたいと思います。どうもありがとうございました。田島さん、はい、今オフト監督の話も出ましたけれども、じゃあその得点シーンをちょっと振り返ってみましょう。前半まず18分1点目のカズのゴールです。これは本当にもうラモスからいい形で出ましたね。ええ、そしてここも本当に冷静に決めましたカズ。よくキーパーのポジションを見てですね、ええ、少し浮かした形で入れてくれました。この今日の勝ちというのは日本にとって非常に大きいですね。そうですね、あの対戦がちょっと内容的に良くなかったものですから、ええ、ちょっと今日の試合非常に興味があったんですけども、攻撃面に関して言いますと非常にいい形で出てきましたね。そうですね、だからこのリズムをこううまくキープしながら次のスリランカ、はい、というそしてアラブ首長国連邦ということなんですけれども、はい、何かこう課題めいたものは何か残りましたか？ディフェンスラインに関して言いますと、対戦よりはだいぶ押し上げと速くなって良くなってはきているんですけれども、まだちょっとですね、マークの受け渡しとかですね、はい、押し上げのリズムちょっとまだ合ってないところがあります。その辺はあとスリランカ戦ですね、もう少し時間がありますから、それまでにはベストに持っていってほしいですね。そうですね。